1月5日に炎属性限定のキャラクター召喚。また300個で引けるからとりあえず1回引こう。ゆずこは持ってるけども、まあでもゲットしたらなんかもらえんでしょ、いいつぼみとか。で今炎属性がね、強敵クエストにとても有効なんで、それで増やすってことかな。でキラーファンタジアにブレンド S の追加が決定してんのに、こっちの方が新たに参戦決定とこっちの情報が来ちゃった。どの順番で来んだろうね。追加は実は私は神なのです。神の私が応援するのだから。ごちうさは果たして来るのだろうか。軽音とかな、キラーだから来てほしいんだけども。でこっちですね、複数の召喚があるの珍しいねよっと、炎属性限定初回は300個。行ってみましょう。星41体確定。5が欲しい、5が欲しい、5しか欲しくない。5だけください。星510枚ください無理すぎる。星4いつくんだ。これはもうすでに持ってるやつか。次回も止まったし、来てくださいね。わあすごい、ドブライブ。今夜はお月様が綺麗ですね。ガチャチケが1枚ある。コフ使おう。行ってみましょう。うん、レシートでした。次回も頑張ります。またいつでも来てください。今夜はお月様が綺麗ですね。でせっかくだから炎属性のやつやってみっか。強敵クエスト、このメカコケシの挑戦権を使ってやるクエスト。運が悪いと死ぬ。あ、間違えた。地属性じゃなくて炎属性のなんか強い人いたら借りよう。こういう時に相当でフィルターかけて、フレンドの方が、あ、レベル60、70、迷うな。やたらレベル高くしてる人とかいないかな。レベル10になってるからこんなもんか。こんなもん言えたら変だけども、どっちの方が単体にはいいかな。迷うけども、じゃあここはフレンドの方で数ターン生き残ってもらおう。オートになってる。なんてこった。なんでいきなり動き出してんだと思ったら、こんなのもあるんだぞ。必勝法は特にありません。と適当に殴れ。これを使わせてもらう。もうアタッカーばっかりでもいいですもんね。で腹ペコで勝手に止まってくれるんで、その隙に殴れるだけ殴っておきましょう。一緒にやろうよ。とっておきコンボつなげた方がいいけども、ゆずこが集中攻撃食らって死ぬ時もあるんで、生きてるうちに使っちゃう。これだよな、これゆずこに来ちゃうと有利属性なのにめっちゃ食らっちゃうから。いや、ようやく半分ぐらい。どうしようかな。使っちゃえ。一緒にやろうよ。せーの、シャキー。ゆずこ単体攻撃としては強いからね。青葉が死んだ。
僧侶系はいらなかったかなってのもあるよね。こういう方法だってある。はっ、よし、防御上げれば結構耐えられるね。早くおぼっと、早く終わらせてご飯食べよう。さらに回復。守ってみせます。僧侶系やっぱいた方がいいな。こういうことっとは。なんとか固定捕まった。どうしようか、サポート出して、とっておきで攻撃いってみよう。ゆずことどっちの方が強いかな。やっぱ威力だけで見ればゆずこの方が上か。よし、でもまあここまで減らせばもうあとは。ゆずこ戦士だもんね。あっちはナイトだけど、それは戦士の方がやっぱアタッカーとしては良いですぞと。そして特大ダメージ、この通常攻撃のこの特大ダメージのやつがあるとだいぶ助かるね。40個、これはスタミナ消費じゃなくチケット消費なんで、ある分は回しておきましょうと。あと3日か、早めに終わっちゃうね。うん、この休みでしっかり終わらせておかないと。で交換したりね、てな感じで、炎召喚でしたね。もう一回回そうかなとかちょっと考えちゃうんだけど、商店街じゃないか、召喚。こんばんは、夜もお手伝い頑張ります。出現一覧、すげえ炎だらけだ。と言って、ちょっと一回回してみっか。強敵撃破記念で新規カードとりあえず来たけど、これは10連の星4なのか。星が全部あとは3だったら悲しいぞ。星42枚、いや星5が来てほしい。結局最初の店じゃないマラ。あの時でしかゲットしてないからな。新規サーバントがちょっと来ただけで終わりでした。あー5が来ねえなー。よし、じゃあまたなんか変わりがありしたいってことで。